今回はこちらケイトのディメンショナルパレットですね、こちらの方をレビューしていきたいと思います。こちらなんですけれども、数量限定でですね、2種類色が出てまして、今回私はですね、この EX2 番のペットブラウン系という色を買いました。でもう一つオレンジブラウン系というのが一緒に発売されていますね。この一つのパレットの中にアイシャドウとチークとアイブロウが一緒になっています。はい、これなんですけれども、11月1日発売なんですよね。でも今日ドラッグストアに行ったらもう売っていたんですよね。なので皆さんの近くのドラッグストアでももう売ってるんじゃないかなとは思います。はい、こんな感じですね。こちらがアイブロウで、こちらがアイブロウとシェーディング、チークとアイシャドウの種類ですね。こんな感じでアイシャドウが一番ラメがすごい入ってるんですけど、こっちの濃いタイプの色はちょっとパープルっぽいような色に、でこっちはゴールドのなのかな。はい、でこちらのチークの方にも、こっちのアイシャドウほどではないんですけどラメが入ってますね。アイブロウの方にもですね、細かくラメが入ってますね。はい、なんでこれ全体的に、はい、すごいラメ感があります。なんで結構キラキラになると思います。はい、でツールは、チップですね。こんな感じ。ブラシはこんな感じです。毛の量がちょっと少ないかなとは思いますけど、はい、でもすごい塗りやすそうです。はい、では早速色見ていきたいと思います。はい、まず最初こちらアイブロウですね。ケイトのアイブロウってほんとすごい使いやすいので、はい、濃い色ですよね。はい、こんな感じのブラウンですね。気持ちマットがかってますかね。はい、どんな髪色にでも似合う一番使いやすいブラウンですね。はい、ではこちらの薄い色も使っていきますね。こちらはシェーディングにも、はい、ノーズシャドウやシェーディングになるタイプですね。ちょっと薄付きですね。はい、なのでこの眉頭とかこうぼかす感じに使うといいですよね。あとは、はい、ノーズシャドウも使いやすい。続いてはチークですね。結構これがすごいピンクですよね。結構はっきりしたピンク色ですね。はい、こちらもちょっとラメが。で今チーク指で出したので結構濃いので、これで色をピンクして、ブラシだとやっぱりふわーっとつきますね。はい、ブラシでつけるとこんな感じですね。はい、ではこちらアイシャドウの明るい方の色、こちら出していきたいと思います。これすごい綺麗です。ラメがすごい綺麗です。ラメがゴールドです。ゴールドだけなのかな。ゴールドとあともうちょっと違うミックスラメですかね。はい、すごい綺麗ですね。一色のワンカラーでアイシャドウとしても使えるなと。ちょっと付属のチップの方でも、こっちがチップで今こう描きたんですけど、ラメの感じがチップで描いた方がちょっと落ち着くかなと思います。指で描くとやっぱラメが、はい、ぎっしりつきますね。はい、でもう一つアイシャドウの濃い方の色出していきます。これもめちゃくちゃ発色がいいですね。これもすごいラメ綺麗ですね。少しレッド寄りの赤ブラウンみたいな、はい、色ですね。こちらもやっぱり、はい、チップで描くとラメの感じが減ってしまいます。はい、こんな感じでこちらに描いてあったようにちょっと、はい、色の方を塗ってみました。ケイトのアイシャドウって結構このラメがやっぱすごい綺麗だなと改めて感じましたね。ポーチにも入れやすい、ちょっと薄型なので、はい、これも便利だなと思います。はい、ということで今回はケイトのディメンショナルパレットですね、こちらの色がEX2 番の方をレビューしていきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。